まさにそのマスクに記されたネバー第20代のチャンピオンチーム。あれあれ矢野選手来ましたよ。なんか矢野選手が、矢野徹だ。あれ田口監督も来た。なんだなんだ、これはもしかして、あ、ネバーもしかしてもう挑戦表明じゃないですか。おおおおおおお、そっか、え、全チャンピオン、全チャンピオン、ベルト、あ、もうドラボー、ドラボー、ドラボーがいる。ドラボーです。ドラ、え、しかもベルトのシングルのベルト、あ、返した。なんと3本の、あー、6人タッチのベルト。めっちゃ笑ってる。あー、ベルト泥棒、あっという間。職人技とは言いたくないんですが、職人技級の、いや、チャンピオンチーム気づいてますか、ベルト取られたこと。どうでしょうね。まずは高木慎吾勝ったと、今勝利の余韻、はいはい、この後じゃあベルトってことになると思うんですけど、あれまだちょっとその異変には気がついていないでしょうか。あるはずのものがないと。あ、そしてこちらはロビーイーグルス、本当にさん、もう本当に手はかかっていた、ベルトに手はかかっていた、ただ視界を奪われ、最後は MX、 もう3カウントを聞くしかありませんでした。あ、そして今チャンピオンチーム気がつきましたか、ベルトを持ってこいと。今高木慎吾、武士イービル高木慎吾組の勝利です。今改めて勝者アナウンスはあったんですが、ベルトの授与がない、できない。石井智弘は、あ、シングルのベルト見てますね。おお、んネバーの高木選手のベルトじゃないですかこれ。そうですね、シングルのベルトを手にしました。見つめる、まあ、かつては自分が何度もその腰に巻いたベルトです。今日引きつけ合った2人、次は無駄。おお、それに高木慎吾応えるか。いや、見たいですね。 G1 では高木選手勝ってはいますけれども、やってやるよこの野郎。答えました。まあ、これお互い向き合えばバチバチやり合いますけども、おそらく一人の戦う男としては大好物でしょう、お互いですね。いや、どんな戦いになっちゃうんでしょうね。なんと石井智弘が宣戦布告、それを受けました、答えました。高木慎吾マイクです。石井後藤、残念だったな、勝ったのは俺たちだよ。しかしベルトは、ベルトがないじゃん。なんでなんでないんだよベルトが。俺らは勝ったの。矢野、あ、そう、あ、今把握されたようですね。お前いい加減にしろよ。いいよ、あと二人連れてこいよ。この後楽園ホールで防衛戦やろうじゃないの。俺たちは今日勝ったけど、今ベルトはない。でもな、俺たち20代ネバー無差別級6人タッグチャンピオンチーム、イービル、武士、高木慎吾だよ。エンセリオマジで。俺はアメリカ行った時から鎌田さんと俺で挑戦させろと何度も言っていた。しかし海を越えると全然声が届かない。なんでなんだよおい。だからこの日本で行動を移したまでだよバカ野郎。おい、チーム名はな、カバナ USA かな、 YTR ジャパンか、交互期待だよおい。俺とカバナさんだよおい。日本にもアメリカにも響くベルトにしてあげるよバカ野郎。だから
からつまりですね、カバナ USA もヤノージャパンもタグチジャパンなんですよ。今日タグチジャパンの下ね、わかります？グループなんです、グループ。だからタグチジャパンですよ。タグチジャパンでよし、ベルト挑戦だ。これCan't see anything, but damn it, I'm not gonna stop trying. I'm not gonna stop trying. こんな勝ち方、前代未聞なんじゃないの？ねえ、今まであるチャンピオンチームが防衛したのに、最後ベルトを持つ姿ないんだよ。このネバー無差別級6人タッグのベルト。欲しいならさ、堂々と言ってくれよ。わざわざ盗みに来るようなものじゃないでしょ。ねえ、でも盗むぐらいさ、魅力的だったんじゃないの、あのベルトは。ねえ、後楽園でやられたんだよ。後楽園で返してやるよ。いいか、あと2人連れてこいよ。ネバー無差別級6人タックルベルトは、ここ後楽園ホールで防衛戦を行う。以上。ネバー6人タッグ、勝ったのは俺だ。だが、いろいろと悔しい気持ちがある。これは全て挽回してやるからな、よく覚えとけ。やる、石井でやるぞ。このベルトかけて気が熟した、やってやるよ。どうも気に食わねえな、あいつ。常に上から目線じゃねえか。ふざけんなよ。ネバーの価値を落としたあいつだって張本人だろ。おい、 G1 で俺はあいつに勝って、その後このタイトルかけてやるチャンスが来ると思っていた。なのにイギリスで健太に負けやがって。おい、まあそれでも今こういう状況だ。言葉はいらねえ、小細工もいらねえ。高木慎吾、石井智弘、ネバー無差別級のタイトル待ち、やるぞ。おい、俺は別には後藤みたいに寝て起きたら忘れるタイプじゃないが、おい、新日本プロレス早々に組んでくれ。大阪城ホールか、後楽園か、沖縄でもいいぞ。俺は常在戦場、戦いは常にここにありだ。